横浜の中華は明治時代からで、うん、シューマイとかがこう流行ってるんだけど、あの餃子は戦後の、 あの満州とかから帰ってきた人が始めたケースが多くて、横浜よりも他の土地でこう発生したあれが多いみたいな。そうなんだ。浜松の浜松餃子とかもあれ、なんかフライパンでこうやってんのはさ、屋台で、屋台しかできなかったから、あの焼けちゃって店がなくて、でこうフライパン調理で丸くなって、で真ん中寂しいから燃やしつけたみたいな。横浜シューマイはあって、やっぱり崎陽軒だけじゃない。これすごいね。字が欠けてるんですよ。そう C S チャイニーズ。アメリカ人向けの商売もやってたんじゃないか。この辺本木のさ、米軍ハウスがあったからさ。ここがまあ地中海でなんか最古らしいよ。明治時代100何年とか。これ界隈で。そうそうそう、横浜さ。横浜の界隈で。中華街でって言うと、あの重慶飯店とかが古いんだけど、外の中華街の外の町中華っていう。でも重慶飯店とはもう変わんないみたいな歴史が。そうなんだ。開いたよ。ドアが懐かしい。振り幅がすごいよね。すごいっすよ。いや、なんかね、あとね、これもね、うん、高い。肉団子さ、平塚でも高かったよね、この間。高かった、そうそう。何があんだろう。大変。高いのか、ね、10個ぐらい入ってんじゃん、違う。あ、数がね、数が違う。中華の肉団子なんてずっと食べてないな。これ何だ、わかんなかった。それだ、同じじゃん。天才ですよ。やった。バー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 、シューマイ来たよ。天才かもしれない。VDG たまにちょこっとやってぐらいですけど、やってた時にある日急にファンクのドラムでちょっと合わせて適当にやってたら、あ、なんかあれグルーヴ出てきたぞってなったのは、あの ずらすと、おドゥドゥをドゥドゥドゥにしたりとかってこうやるじゃないですか。やって、あ、こうやると面白いのかと思って、いろいろ試してた時なんですよ、ちょうど。あとさ、ごめん。おいしいよ。あの甘さがある。崎陽軒に似てるよ。すげえ甘い。甘いよ。ガチで甘いよ。なんでこんな甘いの？なんか糖分っぽい入れてんの？糖分っぽい気がする。するんですけど。違うのか。スープちょうだい。スープいただきます。
少々お待ちください。あとはチャーハンだけやな。そうです、ありがとう。あんかけあった方がいい、あんかけあった方がいい。いらっしゃいませ、皆さん奥だぞ。あんかけあった方がいい。奥は一席です。サンマーメンよく食べますか？食べます、家で作ります。うお、どう俺のサンマーメンと比べて、うん、結構じゃあれだね、中村さん中華作るんだね。俺だったら中華か、うん、スパゲッティか、うん、うん、あと炒め物が多いですね、めんどくさいから。へー、どうどう、うん、美味しい、美味しい。ピンジャンとソースとケチャップ、美味しい、美味しい。甘いね、これもね。これもなんか九州ラーメンみたいにすごい、ね、うん、よそのサンマーメンと違うね。んよそのサンマーメンとちょっと違うね。どうでしょう。平塚にもあったよね、百の言葉ね。うま。そう、横浜魚市場。竹の子ラーメンです。ぶっといメンマ。タケノコかじってくれ。うん、このメンマは食ったことない。初めての味、うん、お楽しみ。シナシナチキナシナチカ、シナチクのシナはシナシナじゃないからシナのシナ、チャイナのシナ。こういうこと、こんな丼ってこういうことか。そう、思ったより小ぶりだった。赤いね、ちょっとね、うん、何の赤いの？チャーシューが赤いと赤いらしいよ、うん、あるじゃん、あの中国の中華街のね、中華街のチャーシュー赤いっすよ。そうどっかね、すっげえ真っ赤っかなチャーハンの店あるらしいよ。へえ、中華街なんですか？いや、ちょっと日本のどこかわかんない。言いたいですか、じゃあ。うん、なんかさっきサンマーメンに感動しすぎてあんまり感動しなくなっちゃった。どうしよう。俺もだけだ。俺がちょっとインパクト強く。うん。僕今日ラーメン普通だ。うん。ベースは同じだからね。うん。あんが
うん、甘いと思う。マルジュチュレヤン、サンポニー、サンポニー、サンポニすまねえけどエビいただいちまうぜ。おいしいです。あ、おいしい。うまい。ちょっと甘いっすね。うん。うまい、うまい、うまい。同じっすよ、入れてんの。うん。まあ、シューマイと。醤油が違うのかな。でも、黒いとこじゃねえもん。キノコの甘い。この醤油は普通の醤油。どう違う？ちょっと違うよね。美味しいよ。美味しい。これ醤油感強い。うん。ラーメンのこれともまたちょっと違う。うん。ちょっと違う。スパゲッティとかも、あの和風系みたいなのするときにちょこっとだけ入れるんですよ。ふーん、そうなんだ。うん、そうすると勝手に中華風になるんですけど、和風で錯覚するんだよ。うまみ調味料って。あれあると、あれいらない。生ラーメンでラーメンスープとかいらないですよ。そっかそっか、うん、そうなんだ。すごいね。何でも使えます。でもえ、なんか鶏ガラみたいな味も入ってるの。そう、鶏ガラ、鶏ガラみたいなものを多分何種類か入ってると思います。牛とか鶏とか、ね、あれ種類1個だけ。あとね、最近あれが出ました、魚介系。魚介系が出たんだ、うん、それ多分魚とか、エビとか、そういうのが、そういうのが多分濃縮だと思うんですけど。ホタテとか入ってたのね。あ、そうそうそう。店で余った時に、一回鶏肉とは。ダサいうまいね。ん？ダサいうまいね。本当に。鶏肉とか貝とかを圧力鍋みたいな、なんか鍋に足して、うん、1時間ぐらいずっと煮ていくと パイタンできるんですよ。へぇ、鶏肉の中、ちょっと油出るとき、うんうんうん、パイタンできるんで、それでラーメンスープできます、普通に。え、家でラーメンも作るの？作りますよ。おお。最近だからあれ買わなくなりました。麺だけ、まあ、高くなっちゃったし、うん、スープいらないかなと思って麺だけ。あ、サンマー麺とか作るときはね、今食べたやつ美味しかった、うん、え、何これ？甘かった、うん。いつも食べてるシナチクがどんな味だったかは分からなくなっちゃったな。味強いっすよね。うん。味濃い、濃いっすよね。これタケノコですよ。あ、もうこれ香りが違う、この中華スープ。ここ？うん。何かは分かんない。
いいじゃない、うん、いいじゃない、醤油ですか。醤油の種類違うんじゃない。そうだから、こっちタレが、こっちはラーメンだりで、こっちにスープ入れて、こっちは醤油に入れてるだけで、うん、ここはよそと味違うね、全然違うんだ。プリン食べたいって言った？100年とかですか？100年、うん、ここ、うん、100年超えてると思う。マジで100年をちょっと超えてると思う。ザーサイってさ、なんか独特な臭みあるんだけど、これないの、うん、普通に美味しいね。歴史を感じ、これからまた来るんですか、ね、これからまた来るんですか、どうだろうね、こんなもんなのかもしれないけど。